ホナタン・ハビエル・ロドリゲス・ポルティージョは、ウルグアイのサッカー選手。ウルグアイ代表。ポジションは FW。CA p ニャロールの下部組織から、トップチームに昇格。ルーキーシーズンで27試合11得点。コパリベルタドーレス2013にも出場した。2015年1月29日に、SL ベンフィカに2017年6月30日までの契約で移籍。 ペニャロールの会長、フアンペドロ・ダミアーには、ベンフィカは200万ユーロで所有権の40%を買い取ったが、残りの60%は440万ユーロで、あると述べた。同じウルグアイ出身のエルビオ・アルバレスと共に、移籍した。2月22日に B チームでデビューしこの試合で2得点を、挙げた。3月18日には、ポルティモネンセ SC から、ハットトリックを達成。 4月11日にはトップチームで途中出場しプリメーラリーがデビュー。同年8月20日に1シーズンの契約でデポルティーボ、ラコルーニャに期限付き移籍。2016年6月10日にリーガ MX のサントスラグナに移籍した。2014年10月10日のサウジアラビア代表との親善試合で代表初出場。同月13日のオマーン代表との親善試合で 代表初得点。その後、コパアメリカ2015に出場した。ありがとうございます。